ルイス君、お前の事情など知ったことではない。契約を履行してアークを届けさえすれば IMC は報酬を送金する。金を払えば文句はない。大事な荷物は届けてやる。使いに行く。おい、タイタン、機体を開いて早くブツをよこせ。音声指示認識できません。私が引き抜いてやる。リスクは犯せない。アークは不安定だ。おい英雄さん、そいつは俺のもんだ。返してもらう。さあタイタンに家開けとな。 BT、 こいつが死んだらハッチを開けろ。まだ英雄になる気か。この契約には大金が絡んでるんだ。タイタンに言ってやれ。開かないならお前の頭を打ち抜く。パイロットに危機。視覚システム機能低下。パイロットを視認できません。やつを立たせろ。こいつが見えるか。ここだ、ここ。どうだ、おい、見えるだろ。重大な損傷で機能障害が発生しています。お前が壊れてようが知ったことか。お前の奥底では絶対に何かが機能してるんだろう。さあ開け。出ないとパイロットの頭を打ち抜く。まだ数くらいは分かるだろう。3つ数えてやる。1。どうだ、従えば楽なもんだろう。仲間ってのは厄介だ。一緒に勝てないなら一緒に死ぬわけだ。やめろ。やめろ。お願いします。おい、アークを持ち出せ。もう時間がないぞ。向かっている。まだ終わりじゃない。パイロットだ。
合っているわ。このまま進んで、ゴールドウェポン周辺は対空防衛が異常に厳しいわ。部隊の配置を指定して選択肢がなくなってきている。予備のバンガードはあと1機しかないわ。データコーンを摘出してタイタンフォールの準備を。何も変わってないな。昔のペイントでもデータコアは同じです。 BT7274 準備完了。そろそろ任務を遂行しましょう。クーパー、全力を挙げて IMC を攻撃しているけど、それだけではホールドウェポンは止められない。制御室に潜入して、ブリックス司令官より全拠点へ。クーパーと BT に集中した火力艇をあらゆる手を使って援護して。クーパー了解、対応する。クーパーお帰り、援護するわ、進んで。砲撃を追跡、砲撃、一斉撃破。ハンガード級タイタンを発見、接近し交戦する。IMC を攻撃しているけど、それだけではホールドウェポンは止められない。制御室に潜入して、ブリックス司令官より全拠点へ。クーパーと BT に集中した火力艇をあらゆる手を使って援護して。了解、対応する。クーパーお帰り、援護するが進んで。スマートフォンは出る。スマート
撃タイタンを撃破。MC がホールドウェポンを使うのを阻止しなくてはいけません。失敗すれば惑星ハーモニーが壊滅します。起動中。小銃応答機に動力を供給中。目標はミリシアの惑星ハーモニー。ターゲティングシステムを初期化中。ハーモニー座標 264.588 を記録。仕事だ。重い腰を上げた。まだ英雄になる気がある。ご自由に期待もやる。期待なんてどうでもいい。ただで引き受けてやる。お前が何に見えてるか分かるか。楽に立てる最近だ。アークインジェクター充填完了。ステージ1の高速化。
けんぞクソ野郎。データコアから逃げ切れねえぞ。スマートコアレディ。ステージ3完了。空間ホールド発射機能計算ないと。でも簡単には勝たせない。敵対弾の撃破。ずいぶんしぶといやっちゃう。こいつらが相手ならどうかな。ホールドウェポンが間もなくステージ4。推進力は 97%。 どこまで手こずらせるつもりだ。おい、簡単に逃げられると思った。すまない。反動エネルギーが資料に達することが予期されます。動員直ちに退出してください。タイタンを含む電子機器の動作に深刻な障害が発生します。なかなかパイロットの出来所だ。敵タイタン、スーパー発射する前にアークを持ち出して早く。フォールドウェポンの準備手順が完了。アークを投入します。下の衝撃で機関システムエンジン心がオーバーロードしました。視覚システムの修復中を施行中。視覚システムを修復。選択肢はただ一つ。私の分析、敵の敵のタイタンを検知しました。敵の敵。運がいいな、英雄さんよ。お前は殺さない。ただ働きはしない。だが、お前に殺されるのはごめんだ。ほら、これをやるよ。ブリスク、あのヴァンガード級タイタンはまだ健在だ。知ったことか、まだ。契約に入れとくべきだったな。他に依頼主が見つかったんだ。何をしてる？何のつもりだ？選択肢はただ一つ。私の分析では選択肢はただ一つ。クーパー、力を貸してください。空港ナビゲーションシステムが停止しました。インジェクター機に導いてください。一人ではできません。ビティ、クーパー、こっちの地上部隊は間に合わない。ホールドウェポンを内側から何とか破壊してちょうだい。それしか手はない。フリックス司令官、解決策があります。私の露出したリアクターコアを使えばホールドウェポンの中心のアークを不安定化できます。なんて言ったの？爆破できます。ドロップシップで合流するための座標を送ります。座標を受信。ここに向かうけど何をするつもり？信じてください。映像を送ります。そうだね、こちらも向かってる。二人とも検討を祈る。以上。
心配するな、BT。どこへも行かない。了解です。プロトコス、パイロットの本。BT、何をしてる？信じて。BT！クーパーパイロット、大勢の人の命を救った。 BT もバカ、ハーモニーに向かって帰りましょう。任せろ。第9ミリシア艦隊、こちらハーモニー司令部、よく戻ってきた。タイフォンの破壊によって惑星ハーモニーは救われた。この星はミリシア軍にとっては本部だが、民衆には故郷と呼ばれてる。司令官によると俺は特攻兵団に編入され、新しいタイタンを割り当てられる。まず俺の頭に残ったニューラルリンクを消してから。どんな気分だろう、新しいタイタンを割り当てられるのは。前の気に入ってたんだな。タイフォンではみんな本当によくやってくれた。こちらパイロットジャック・クーパー、以上だ。